静かだ。ひょっとしてツインテールのリボンをひまわりと間違えたの怒ってるんじゃ。僕ですか。え、はあ、え、僕がアキラ様に言うんすか。あ、わかりました。始まってますけど、いかん、チャンネルが変わる前に。お、あっ、なんて言ってみちゃったりして。さあ、ラッキーチャンネル今週も始まりました。白石みのるです。アキラ様の機嫌が悪いので。小神明の名前より先に自分の名前を持ってくる。あんた、序列ってもんを知らないの？あ、いや、そう、うん、最近あんた、あっちこっちで無駄に受けてるらしいわね、そのツインテール。受けてるなんてそんな。ちょっと調子に乗ってんじゃねえの！申し訳ありません！そもそも、アキラおしゃれ化計画でみんなが期待してたのは私のツインテールだったわけでしょ？それを何？おっしゃる通りです！私、ツインドリルにする。ツインドリル？ゲッターのスピードを甘く見るなよ。2号か。ツインテールの時代は終わったわ。次に来るのはツインドリルよ。2話でコナタが言ってたでしょ。ドリルは男のロマンって。ロマンですか。それじゃあみんな、この続きはラディオンのホームページでね。次回もお楽しみに。あのさ、はい、あのツインテール、あ、僕がやったやつですね。うん、実写でやった方の、はい、ひまわりついてたよね。つけました。あれ、どっかで見たことあるんだよね。え、それまさか。あれ何年前。あ、ちょっと待ってください。ゲロ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 。同じくアシスタントの白石みのるです。いや、早いものでもこの番組も8回目ですよね。そうですね。そろそろ目新しいこと考えないとマンネリと言われちゃいますしね。なんだって。どうすんの、俺どうすんの。いや、ただいろいろやってみたいななんて思っちゃったりなんかして。やるよ。あ、そうそう、こないだ街を歩いてたら声かけられちゃった。エステのアンケートですか。やだ、白石さん、それマジっすか。もちろんファンの人からよ。あんた、こんなことないわよね。ないです。そうだよね、アシスタントだもんね。頑張りたまえ。でも僕宛てのファンレターがどっこいしょいち、こんなに。なんでよ。ちょっといた、あたしにやってないの。なんか声優みたい。あんじゃねえかよ。一枚だけ。会員証の有効期限が近づいています。で、これレンタルビデオのデブじゃないか。テレビの前のみんな、私にもファンレター送ってくださいね。大募集です。アキラ様、そろそろ本題の方を。調子乗ってんじゃないわよ。あんたの代わりはいくらでもいい。すいません。じゃじゃーん、発表します。なんと、この番組でフィギュアを作成することになりました。クリップ、クリップ逆さま。ねえ、もう分かっててやってるんだから、もううまいな、アキラ様。実はですね、今回の企画はペロ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 。 Don't touch me。 ペロ、あれ、おかしいな。今回の企画はですね、 Don't touch me。今回は、ペロ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 。ああ、どうなってんのこれ。ちょっと精神。ああ、アキラ様落ち着いて。それは中の人のマネージャーの名前ですよ。ちょっと、なんつーの、あんた、まさかこれ。やめそうもない。はい、というわけで、今回のフィギュア化は皆さんからの投票でどのキャラにするか決定します。このキャラをフィギュアにしてちょっという熱い思いを待ってるね。皆さん、投票よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で。次のラッキーチャンネルお楽しみに。バイビー。こんな投票したら本編のキャラが1位取るに決まってんじゃないの。なにこれ、あたしかませんの。いや、まだそうと決まったわけじゃないですよ。ああ、そうか、ついに僕もフィギュア化か。何言ってんの、これとある程度はそう。ラッキーチャンネル、
9回目となりました。ナビゲーターの小上明です。プロデューサーの伊藤さんに白石ちょっと来いって呼び出される予定の。そうなんですか。明さんのアシスタントに 100% 力を注ぐ白石実です。よろしくお願いします。はい、今日はキャラ紹介第3弾、柊司司編です。どじに乗るまでかも。いやいや、すいません。いやいや、盛り上がってきましたね。はい、ふんどし締め直して頑張っていきたいと思いますね、明様。ふんどしって、私さ、一応アイドルだからそういうのはちょっと、そこんとこよろしくね。あ、そうですね。本当、あ、ふんどし食い込むまで締め直してっていうのは、あのね、老婆心ながら一言言っとくけど、老婆心、芸人はさ、霜に走ったら終わりだから。僕芸人だったんだ。あとネタかぶりね、最近多いから気をつけて。あ、はい、なんだっけ今日は。あ、柊司司さんの紹介です。あーあー、あのトゥーハート、ミンミンミラクル、神技者、ミーナランランでしょ。それ言っちゃいますか。なんだろう、ちょっと一昔前のアイドルっぽいキャラだよね。あー、いやー、そうですかね。まあ、司さん、確かにアイドルって言えばアイドルな感じもしないでも。笑わせんじゃねえ！柊司司がアイドルだ？どっから出したんですか？あんたもさ、こうして私と仕事してんだからさ、そろそろ真のアイドルってもう学びなさいよ。はい。柊司司はただ単に癒し系で、幸薄そうな顔ってだけでしょ。あはあ、幸薄い顔。ねえ、この際、司のことはどうでもいいわ。あんたにアイドルの心得、ここで教えてあげようじゃないの。まず写真の撮られ方ね。え？あのさ、これあんたにとっても勉強になる話なんだからさ、気合い入れて聞きなさいよ。はい。街でいきなり写真撮られたりするじゃない。ほら、シャッター切って、サチ、薄、パッコ、パッコ、ま、こんな感じ。小道具も必須アイテムなのよ。常に仕込んでおいた方がいいわね。どこに？あとさ、たまに街歩いてていきなりパシャッって油断した顔撮られちゃったりするといけないから、常に緊張。で、歯白く光らせること。人形。劇場。でね、目はあくまでどんぐりまなこに見開いて、ここだけで笑いを表現するの。怖っ。表情もね、自然っぽく作るのよ。例えば、こう突然カメラ向けられて、アキラびっくりなんてね。はあ、自然ね。そうね、あとバリエーションで男と一緒にほっ、じゃーんね。もうお別れの時間ですね。というわけで、このコーナーではみんなからのアキラへの質問や激励、それと番組に対する感想などどしどし送ってください。ラジオやホームページでも受け付けてます。はい、ではまた次回お楽しみに。正解やったよね。やりましたね。ピンクのカーディガンとか着てね、やっちゃいましたからね。おー、可愛かったね。あざす。どうしました？可愛かった。いや、ね、みんな可愛いって言ってくれましたよ。そうね、そうですね、ノリノリだったもんね。ノリノリでしたね。楽しそうだったね。え、あの、なんか上目遣いにこうね、なんですか、顔の下で手を組んでやるのとかすごい楽しかったです。あー、はい、癖になっちゃったんじゃないですか。ちょっと女装も含めて癖になりました。写真チェックした？いや、してないですよ。うん、マネージャーさんがね、はい、写真チェックをして、はい、正直ちょっとどうよっていうのもあったよって。まあでも僕はもっこり写真とかいっぱいあるんで、まあその辺は大丈夫ですかね。